ていうか、さっき、吹っ切れたんだね。え？ワンマンの後、プロになるのがちょっと怖いって言ってたでしょ。でも今のサキは、そういうのを全然感じてないみたいに見えるから。うん。ちょっと前、本当に少し前まで引っかかってたんだけど、もう大丈夫なんだ。志保ちゃんが言ってたみたいに、ちゃんと自分の中で折り合いつけられたよ。サキちゃんも乗り越えられたんだね。うん、みんなもちゃんと乗り越えてるのに、私だけ悩んでるわけにはいかないからね。だから今はプロになるのが楽しみなの。いおりさんやサキさんが言ってたみたいに、今までできなかったことがきっとたくさん待ってるから。サキ、いい顔してるね。え、そうですか。うん、サキの顔見てるとみんなが、レオニードがこの先何があっても大丈夫だって思うよ。ワンマンも本当に聞いてる人の心に響くいいライブだったと思う。それが音にみんなもありのままの気持ちが乗ってるからだって思ったんだ。私たちのありのままの気持ちが、確かに特に最後の曲の時は何も考えずに楽しもうって思って演奏したよね。うん、あの時サキの音がちょっと変わった気がしたんだ。それで、そっか、うまくやろうとしなくていいんだって、この演奏が楽しいって気持ちが私たちの音楽なんだって思った。そう思ったら気持ちがすごく楽になって、ただ純粋に演奏と歌を楽しむことができたよ。いっちゃん、正直あの時の演奏技術って前にアネモネとライブした時のにも達してなかったと思うけど、お客さんはいつも以上に乗ってくれてたよね。そうだね、音楽って技術だけじゃないところがあるから、あの時みんなが曲に乗せた感情、みんなと演奏するのが楽しいって気持ちがとても心に響くものだった。だから私は改めてレオニードが好きだと思ったし、これから大きな一歩を踏み出しても今のみんなの気持ちを忘れてほしくないと思ったんだ。メイコさん、これからも頑張ってね。私たちはいつだってみんなの味方だから。ありがとうございます。これからみんなの曲をもっとたくさんの人たちに聴いてもらえるようになるんだ。楽しみだね。